中国、尖閣諸島周辺での侵入を繰り返す中、海上保安庁は、来年度予算の概算要求に、有事の際の住民避難を円滑に行うための調査費及び資機材の整備費などを盛り込み、過去最大となる2759億円を計上しました。この金額は、今年度の当初予算額のおよそ 1.13 倍にも上がるそうです。その中で、新たに要求した一つに、国民保護活動のための調査研究費用があります。今回は、こういった海上保安庁の動きについて見ていきたいと思います。海上保安庁は、国民保護計画で、武力攻撃事態の際は、住民避難や救援などをどのように行うかを定めています。今年4月、有事の際に、海上保安庁を、防衛省の指揮下に置く手順を定めた統制要領が策定されました。海上保安庁は、巡視船で、より円滑かつ的確に住民を輸送するための課題の洗い出しを加速させる必要があるというわけです。その中には、巡視船の輸送能力や住民が巡視船に乗船、下船する際の人数を管理するシステム機器の導入などを調査するだけでなく、救命胴衣などの資機材の購入も含まれるということです。また、沖縄県尖閣諸島周辺で、日本の領海への侵入を続ける中国海峡局艦艇に対応するための大型巡視船4隻を新造する費用と合わせて、去年運用を開始した無人航空機の増強費用も盛り込まれているのです。無人航空機は、再来年度には5機体制にする予定です。現在は、青森県の海上自衛隊八戸航空基地にある運用拠点を移転させ、厳しさを増す日本周辺海域の情勢分析業務を強化することにしているそうです。海上での警備や救難活動などに当たっている海上保安庁の巡視船、相模ですが、この船に女性の船長が就任しました。全国で初めて大型巡視船に女性船長が誕生したのです。巡視船佐賀、美濃船長に任じられた中林久子船長、56の抱負を紹介します。与えられた責務とともに、日々、粛々と国民の期待に応えて業務を遂行していく中村船長はこのように述べました。巡視船相模は、ヘリコプターを搭載する大型巡視船で、国内外のテロ対策や災害対応などの任務に当たることになります。中林船長に、これまでに印象に残っている仕事を尋ねてみました。平成5年、1993年7月に発生した、北海道南西沖地震や、平成23年、2011年3月に発生した東日本大震災での災害対応を挙げました。そして、今後は、相模を使って経験を生かしたいと語ったのでした。前出ですが、大型巡視船の総指揮を取る船長に女性が就任するのは、日本全国で初めてのことです。毎度のことですが、沖縄県の尖閣諸島周辺の領海に、23日午前、中国海峡局の船4隻が相次いで侵入しました。中国の国営テレビによると、法に基づく我が国、中国の権利保護のためのパトロールと報じています。今更確認するまでもないことですが、ここは日本の領海なんで。すよね。海上保安庁によりますと、23日午前10時半頃から、尖閣諸島の南小島周辺の日本領海に、中国海峡局の船4隻が相次いで侵入、そのうちの1隻には、砲のようなものが搭載されているということが認められたそうです。これに対し、海上保安庁の巡視船が、領海からの退去要求や進路規制を繰り返し行った結果、正午過ぎには、4隻とも領海を退去しました。中国海峡局艦艇の領海侵入は、今月20日以来のことで、今年に入って22回目となりました。中国の国営テレビは、23日午前、中国海峡局は、中国の法律に基づいて、正当な権利保護のためにパトロールを行ったと報じました。中国側としては、尖閣諸島周辺での艦船の活動をわざと報じることで、
国内に対して日本には一歩も引かないという姿勢をアピールする狙いがあると推測されます。中国の他国の領海侵犯についてフィリピンの例を紹介してみます。フィリピンは EEZ 排他的経済水域エクスクルーシブエコノミックゾーンといえども、輸送艦を座礁させて人員を配置して自国の権益を守り抜こうとしています。一方、日本は領海を日常的に、オーバーな表現でしょうか、侵されても誰一人島に上陸させない姿勢を貫こうとしています。それぞれの国特有の事情があって一概には比べるべきではないかもしれませんが、フィリピンの自国の権益に対する頑固な姿勢には見習うべきものもあるのではないかと感じます。以下に一個人の意見を紹介します。筆者の意見とは別物ですから念のため。日本は地政学リスクが高いので自国防衛のための戦力を増強することを後ろめたく思う必要はないと思います。逆に積極的に行うべきと思うので、憲法9条、非核三原則などの自分からすれば自虐視観としか言いようのない馬鹿げた規制があまりにも多すぎるのでは。日本は中国、ロシア、北朝鮮という核保有3国に囲まれているだけではなく、ロシアが1945年から不当に占拠を続けている北方領土からの最短距離は 3.7km しかないのです。尖閣周辺を見ると中国の武装艦艇が20年に1181隻も接続水域に侵入、領海侵入回数は59回にも達していますし、22年は 76mm 武器搭載軍艦も領海侵入しているんですよ。明らかに日本に危機が迫っていると思われます。だからこそ自分は一刻も早く自虐視観から抜け出して、スパイ法の制定や反撃能力、敵の日本攻撃を防ぐ能力を日米同盟進化の中に組み込むことも欠かせないと考えるんです。 AI 分野は言うまでもなく、人工知能、宇宙、サイバーという分野でも防衛力を強化すること、オーカスへの加入も進め、核シェアリングも進めるべきだと自分は確信しています、といった意見があります。筆者の個人的感覚では焦りすぎではと思いますね。まずは国民への周知、これは本当の真実です。諸外国の軍備の実態や日本の軍備の実態などを余すところなく知らしめることから始めるのが筋ではないかと思います。それから財源問題でしょう。国家予算を注ぎ込んで軍備を整え国土を守ったとしても、国民が存在しなくなったらそれは国家とは呼べないと思います。防衛省が提出した概算要求は過去最大の7兆7385億円で、今年度予算を約1兆円以上上回る規模です。防衛省は来年度予算の概算要求額を過去最大の7兆7385億円と確定しました。この額は今年度の初期予算を約1兆円近く上回るものです。反撃能力を高める手段として、国産のスタンドオフミサイルや改良型の1認識地対艦誘導弾の開発取得に約1749億円が充てられます。また弾道ミサイルへの対処能力を向上させるため、イージスシステム搭載艦2隻の建造費には3797億円が計上されました。さらに、来年度末までに自衛隊を一元的に指揮するための常設の統合司令部が設置され、陸海空3幕僚長と同格の統合司令官の役職も新設されます。また、南西諸島への迅速な部隊展開と物資供給を行うために、自衛隊海上輸送群も新たに設立される予定です。政府は昨年末に安全保障に関連する3つの文書を閣議決定し、防衛費の総額を今後5年間で過去最大の43兆円以上に増額する計画を発表しています。